皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。本日は質問いただきました。裏打ちをやるとき、ダンスビートをやるときですかね、ダンスビートをやるときにハイハットオープンクローズが全然鳴ってくれませんと、どうやったら鳴らせるようになりますか、何かいい練習方法はありませんかということなんですが、ダンスビートのときにハイハットオープンクローズが鳴らない原因っていうのが、おそらく2つかなと思うんですけど、まず1つ目が、足の使い方がうまくできうまくいかなかったりする人っていうのは、結構ね、この足の付け根、足の付け根って本来はここにあるらしいんですけど、ここから足を動かしちゃうと、こう体のバランスがこう取れなくなったりするし、後ろに体が倒れてしまったりとかして、手がね動かしにくくなったりとかするんですね。足を動かすのに、大事な要素っていうのがジャンプするような感じですかね。本来こうジャンプするときっていうのは、こう足首をちょっと伸ばすような感じで地面を蹴ってこうジャンプするんですよね。足首をこう伸ばすような感じでピョーンってこうジャンプするんですけど、足首を使わずにジャンプすることってできないんですよね。こう、みたいな、こう全然できなくて、でジャンプするためには地面を蹴ってこう跳ねていくっていう動作が必要になるんですけど、これを椅子に座りながらペダルの上で行う。さっきの足首を使わずにジャンプする状態だとこういう感じで、これでハイハットをオープンしようと思ってもなかなかやっぱうまくならなかったりするので、まずはそのジャンプする感覚をつかんでみてください。ピョンで、ペダルの上でうまくいかなかったら、地面でね、こうピョンピョンピョンってこう足を跳ねさせる。できるだけその時に体が後ろに倒れないように、おへその下ぐらいにこう重心を置いて、で、足をね、こうジャンプさせるような感じ。っていう感じで、やってみてください。もう一つの原因としては、リズムの取り方がうまくできないっていうことが、二つ目の原因かなと思うんですけど、これね、もう、ハイハットオープンクローズがうまくいかない人、ダンスビートの時に。これ、十中八九なんですが、叩いてから足を上げるんですよね。こういう感じ、当たり前といえば当たり前なんですが、足が上がるタイミングが遅いということになってしまいます。で、これはなぜこう遅くなるかというと、体の中のリズムが8分音符で取ってしまってるんですね。要はその降りて上げて降りて上げて、降りるのも上げるのもリズムを取っちゃってるんですよ。1と2と3と4とでこうリズムを取っちゃってるので、手が叩いた時には1と2と3と4と1と2と3と4とみたいな感じでリズムを取っちゃうので、足が上がるタイミングが遅くなるという。なるので、どういう取り方をするかというと、こう1と2とではなく、こう1、2、3、4っていう感じですね。スタート位置がここで、こう1と2とではなく、ここのスタート位置でこう1、2、3、4、要は上に戻っていく感じですね。こうタンタン、点で狙うような感じでパンパンパンってこう狙うような、一番最初待機してるとこは足が降りてる状態なんですが、基本的に足がこう上がってるところがレディーポジションで、こっちに戻っていく感じなんです。ドンウンドンウンドンウンではなく、ピョンピョンピョンっていう、こうシューンって向かった時には足がこういう感じで、こう手と足が向かうような感じで上がります。こういう感じで、うまくいかない時っていうのは叩いてから上がっちゃうんですね。これ
iPhone であのスローモーションのモードがあると思うんですけど、カメラにね。ダンスビートがうまくいかない人は、この iPhone のスローモーションで、こう足が映るように、この手と足が映るように一回撮ってもらったら、叩いてから上がってるっていう動作になってると思うんで、ぜひねちょっと一回そこを確認してみてもらうといいかなと思うんですけどね。でうまいこと言ってるときは手が降りるのと一緒に足がこう向かい合うような感じ、こうやって向かい合うような感じで、リズムの取り方としては、こう1と2と3と4とではなく、1、2、3、4、こう点でこうねのような感じっていうのを意識してみてください。ハイハットでトップとボトム、まあこう上と下側のトップとボトムがあるんですけど、ボトムの方のハイハットに、このボトムの下の方かな、下の方にスティックを当てるようなイメージで、当ててる間音が長く続いてるような感じ、なんかオルガンをバーって押してるような感じで、ハイハットを当ててる間音が鳴ってるイメージ、練習をしてもらうと、そのハイハットの音の長さを、まあ、調整できるような、ね、感覚になってくると思うんで、まあ、特にあの早かったらね、別にあのこう点で狙うような感じでいけるんですけど、ゆっくりなリズムでハイハットオープンクローズをしないといけないような状況の時は、まあ、このちょっとねハイハットにスティックを当てるようなイメージで、音をその当ててる間伸びるっていうようなイメージで、まあ、ちょっとイメージしてもらうと、まあ、ハイハットオープンクローズやりやすいかなと思いますかね。まあとにかく足と右手で1回ね、まあ、タイミングを掴んでもらって、足と右手でちょっとうまいこといかなかったら、足とスネアだけでやってみたりとかね。で両足を上げると難しかったら、右手と左足だけでやってみたりとか、このまあ、手が入った時には足が上がってる状態、まあ、こう手で言うとこういう状態を、まあ、手足でも作れるとハイハットオープンクローズはなってくれるんじゃないかと思うので、ぜひ試してみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。